ピノさんの。さあここで江原さんが何だって言いながら登場です。突如登場してきて、そして保坂さんをめっちゃいじってる。保坂さんのトーナメント表見てないわいただきました。さあ試合の始まりました。もうミスター千葉ピノネクロ、そして前回がもうすごいヒューゴーで、そうですね、この佐野さんヒューゴは関西ではもうかなりの人が強豪を飛び乗る、はい、もともと関西なんか前回大会ですごい活躍してて、はい、誰だこのヒューゴみたいな、ね、色は色だけに最初登山家だったと全然違ってたっていう、すごいプレッシャーですね。ただ佐野さんのヒューゴ、ただ古豪のピノさん、これ崩すのはそうですね、経験が経験でこの強豪のヒューゴをどう切り崩していくか。肘から取るでろ。ピノさんは匂いを嗅ぎ取って楽しみが出るのが本当にうまいですから。あ、そうです、めちゃくちゃうまいです。そこにこう釣るか釣られるかみたいな。あー、電柱回していたっぽいが、そこに出ずにフライングボディからのハンマー、回してましたね。きっちり繋ぎ切った。これは佐野さんが1本目、しかしマックス、あれ当たるんですよね。当たっちゃいますね。記録が長いし、膝しっかりガード。さあどこで電柱が飛んでくるか。じっくりゲージを食べながら佐野さんもワンチャンを狙いたい。そうですね、もう飛べないですね。飛べないが画面下の投げからこういうやっぱり攻めもあるんで難しいところですね。難しいですね、これすごい難しいと思います。パスガードしっかり、もう一つがネクロ分かってるんですね。はい、さあスタンチがかなり溜まってきた。さあモリモリ溜まっている。逃げ中パンチを露骨に振ってスタンチを稼いでいく。ミノさんのネクロ、その感じで火になってしまった。さあ投げてパンチを当てて、まだ下に振っていく。さあもうこれは外からもう徹底した。さあ全部ブロっている先のものからすごいうまい、今のもブロうまい。さあタイムの方は50秒、まだまだ。この台形を置いていく、動きたくなるところにさすがの経験から来る台形。そうですね、ピノさんには珍しいあの嫌がらせ攻撃ですねでもネクロってここぞであのキックがやっぱ来るんで、いや強いですね、はい、これ強いんですよ。あれを狙うとまた熱いんですけどね、はい、はい、隙も大きい技なんで。リスクリターンがまあまあでも使いどころ間違えなければすごい優秀な音ですよ、ね、あ、ここで転ばしたのは佐野さん。中央からフライングボディで押し込んでいくが、さあこれ大パンでスタンチがやばいのは今度はピノさんの方だ。佐野さん完璧だ、ここまでスタンチが当たらない。ここでさあここで逃がさ出しちゃったけども、あ、コンボミスってしまう。皆さんコンボ繋がらない。ジャンプ中パンチが空振ってしまう。回していたがここに止めないと、ここから負けるか、これでも分かんないですよ。さあ画面端、ミノさんも一発も食らえないですけど電磁がある。さあゴマンがスパンしてしまった。さあ巻いたのは、巻いたのはピノ。ミノさんが吠える。久々の大会で1回戦目からすごい熱い感じでしたね。そうですね、吠えましたね、ピノさんが。佐野さんを倒す。さあここで出るわ、さすがの経験値です。さあ出るわ。